それではね、印付けをしましたところのかかと部分をね、編んでいこうと思います。こちらね、少しね、編み進みましたね。で、かかと部分はここなんですけれども、はい、これがこのような感じになってて、ここをね、四角に編みます。で、私は10段なので、はい、ずっとね、ここを編んでいこうと思います。では、マーカーをしているね、内側のところに、頭に針を入れて糸をねつけていきますね。はい、はい、でここは、しぽさんは編みくるんでねいけるかなと思いますね。はい、でまずですね、カウントに入れない鎖編みを1回やってキュッと絞ってね糸を固定しますね。キュッと絞っておきます。はい。数には入れないものです。糸を固定させるためにやっている感じですね。はい。それではここでね、長編みの立ち上がりをしていきます。はい、で、同じところに入れて、長編み。はい。はい。で、もうね、この印はいらなくなるので、このマーカーをこちらの頭に付け替えておきますね。はい。そしてここから、全体の目数の半分の目数、私の場合は24目なんですけれども、ここから端までね、長編みを編んでいきます。最初の尻尾さんは今ね、包んでいます。ちょうどそうですね、5センチぐらい。はい。編みくるんでいます。はい、でここはね往復編みになりますので、はい、往復で反対向きにするところをね動画の中でやろうと思います。はい、全体の目数48の半分の24目ですね。こちらの引き抜きを中心にして24目長編みをこのようにね編んできました。中心のしぽさんね編みくるんだんですけど、まだねちょっとね余っていますね。はい、で、ひっくり返してかかとの2段目を編んでいきますね。はい、かかとの2段目に行きます。長編みの立ち上がりをしていきますね。はい、そしてこのマーカーがいらなくなりますので、このマーカーをこちらの頭に付け替えておきましょう。はい、あとはねこのように裏表と返しながらまっすぐね減らし目などをせずにどんどんね編んでいきます。はい、ね、とにかく簡単に編めるっていうことを一番に重きを置いていますので、足したり引いたりねしてこう調整できる方はねもちろんしていただいたら、はい、いいかなと思います。今回はね長編みだけなので、初めて靴下を編む人にもね編んでいただきたいなっていう思いがありまして、こんな風にね簡素化して簡単に簡単に考えてデザインを考えてみました。動画の下にね再生リストを置いています。靴下やレッグウォーマーなどの再生リストがございますので、ぜひね他のデザインもご覧になってみてください。はい、ではねこれで、私の場合は10段いたしますが、皆さんはご自分の作りたいサイズまでこちらをね繰り返していってください。で糸は切らずにね編み終わったらそのまま剥ぎ合わせをしますので、糸は切らないで置いてください。はい、今ねかかと部分を、10段ね編んできました。私の場合は10段になっています。採寸してみますね。はい、
およそ9センチの幅になっていますね。同じですね。ここで測った時も9センチでしたので、はい、同じように9センチでできていました。高さの方は8センチぐらいになっています。はい、だいたい8センチぐらいですね。はい、このようになりました。そしてこのようにね、剥ぎ合わせをしていきます。はい、このまま、今ですね、私はこちらが表側になっています。で、こちら側が足の中になるので、はい、中表にしますね。中表、はい、このような感じです。今ここに見えているのが靴下の内側で、折りたたんで見えない面が外側になります。はい、このように合わせて、これから引き抜き編みをしていこうと思います。でね、引き抜き剥ぎをしていこうと思います。ここのね、今マーカーを取ったこの段の1目目の頭に針を入れて、最後のループの糸を手前にまずね連れてきます。ここでしっかりキュッと一旦締めて、鎖編みを1つやって、ここでもキュッと締めます。そうしましたら、私は右利きなので、はい、右から左へやっていきます。で、まずね、最初に針を入れたところ、1目目ですね。ここは私の場合24目だから、剥ぎ合わせる引き抜きの目は12目になります。12目目はね、ちょっとやりにくいので、はい、ちょっとね、飛ばすかもしれないんですけど、とりあえずね、やっていきます。1、2つ目、長編みの頭2本ともすくって編んでいきますね。引き抜き編みです。2、3、はい、目を飛ばさないようにね、気をつけましょう。向こう側飛ばしやすいですね。4、5、6、7、8、9、10、11、ね、12はすごくここくっついちゃっているので、とてもやりにくいので、落ち着いてね、やっていきましょう。はい、はい、これで12できましたので、糸始末ができる分10センチぐらいで切って、はい、そして抜いて、ここはね、絞ります。ここ押さえて絞ります。はい、それではね、すぐこのまま糸始末をしていきます。ここも外れてしまわないように、毛糸のね、繊維を割りながら丁寧にやっていきます。この引き抜いたところに、はい、入れて繊維をね、割るようにしていきますね。毛糸の間に割り込んで、はい、毎回じゃなくてもいいんですが、なるべくね、割っていくといいかなと思います。通しやすいところだけにね、スルスルと通してしまうと抜けやすいっていうことにもつながってしまうので、やっぱりね、毛糸のね、繊維をところどころ割り込んで始末するのがね、丈夫になるコツかなと思いますね。はい、もうね、洗濯してね、この端っこの糸が飛び出てきたらむきってなりますのでねはい、で、そういうことが起こらないように、今念入りにね、やるのが、はい、私のやり方ですはい、もう嫌なんですね、出ちゃったとか思ってね、それをもうやり直すのも
とても嫌なので、そういうことが起きないようにとしっかりねやっていきます。で、ある程度来ましたら今度はね、ぐし縫いをして戻ります。はい、ぐし縫いも毛糸の繊維をね割りながらやりますね。こうやって細かく元来た道を繊維を割りながら戻っていきます。はい、はい、そして切る前にもみもみして、はい、そして糸をカットしますね。はい、これでかかとができましたね。はい、かかと部分ができました。はい、このような形になりますね。ここがちょうど等分で、等分、半分という意味ですね。はい、半分になっています。このようにできました。このような見かけになります。ここはね、あの普通にまっすぐ閉じ合わせをしましたが、ここをもう少し丸くしたいなという方は、引き抜き剥ぎの時に少し斜めに引き抜きをされてもいいかなと思います。そうするとちょっとね丸くなってくれます。今回は、初めての方もいらっしゃると思うので、ちょっと応用はねしないでまっすぐに編みました。でもね、このまま履いてもね全然気持ち悪いとかはないのでね、心配しないで編んでいただければと思います。このようにかかとがつきました。それでは、これから足首の方に入ります。で、私は右利きなので、この剥ぎ合わせをした引き抜きの編みの左側のこの最初の長編みの足、はい、ここに糸をつけていきます。はい、そしてさっきみたいに鎖編みを一つやって、これはカウントに入れない鎖編みですね。はい、糸をここにキュッとしたいので、はい、やっています。これね、結んでいただいてもね全然問題ないです。はい、これがね出てきちゃって、はい、キュッとしておきますね。はい、そして今ね長編みの足全体を取って糸をくっつけたんですけども、ここで、この長編みの足に対しては長編みを2本編みます。やっていきます。まずは立ち上がりです。はい、はい、この段は長編みの足を拾いながら、ちょっとね長編みをやっていきます。そして今のすぐ隣、同じ長編みの足全体を取って、尻尾さんも取って、はい、長編み、このようにね最初の長編みの足に長編みを2本編みました。これを繰り返していきます。次は隣の長編みの足全体を取って長編みを2つ、はい、ずっとね2つ2つでいきます。隣に移って隣の足全部を取って長編みを2つ、ずっとこれをねやっていきます。これね3目とかねいろいろ試したんですけど多いんですね。3目だとね私の場合多かったんですね。なので2目にいたしました。はい、ずっとまずはね長編みの足に対して2目ずつ長編みを編んでいきますね。あと1段ですね。はい、あとここですね。はい、はい、今ね10段に対して、長編みを2本ずつね編んできました。そして今度はこの甲側に移るところなんですが、ここでねポイントがあって、この最後の長編みが入っているこの頭、はい、ここはこの24目の外側ですが、ここにもね1目ね長編みを編んでおきますね。ここね穴が目立つので、私はいつもこの角にね編むようにしています。はい、この間ですね、最後のこちらの
かかとの最後の長編みが入っている、ここに同じところにね一つ編みました。はい、プラスになりましたが、あとは長編みの頭に対して編んでいきます。三角になると穴がねちょっと目立ちやすいんですよね。だから編んだ方がいいような気がするので、私はさっきのところをね編むようにしています。はい、今ね甲側の24目目が編み終わったところです。そしてさっき言ったところポイントが来てるんですけど、この長編み、この一番端の長編みの入ってるこの根元、はい、ここは特別に1目ね編んでおきます。はい、反対側と同じようにね三角に穴が開くのを防ぐためです。はい、そして今度ねこちら側長編みに入ります。この尻尾さんもね編んでいきます。そしてまたこちら側は先ほどと同じように長編みを2目編んでいきますね。はい、長編みを2つずつそれぞれの長編みの足に編んでいきます。はい、最後のね長編み編んできました。ずっとね2つ2つ2つと進めてきましたね。それではここに引き抜いていきますね。マーカーを外してここに引き抜きますね。はい、引き抜いて絞っておきますね。はい、このようになりました。見かけはねこんな感じです。ずっと2つ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 とね編んできています。はい、今ね足首周りの1段目を編み終わったところです。見た目はこのようにねなっています。ここでね1目足したのをはいやっていただくとこのようにね綺麗になるかなと思います。ここねあそこ足さないとねほんのちょっと隙間が私気になったのでね、ここをね1目とか今日は1目ですけど編むものによっては2目足したりとかねはいやっています。このようになりました。はい、ではね足首の2段目に行こうと思います。でここからは表向きだけを見て編んでいきます。はい、表向きだけですね。はい、もうね裏に返さずに表向きのままぐる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 、あとは好みの段まで編んでいくということになります。ではね足首の2段目をやっていきます。すくうのはこの最初の長編みの足をすくいます。ではねやっていきます。長編みの立ち上がりの準備をして1個目の長編みの足をすくうように長編みの立ち上がりをしていきます。はい、長編みの立ち上がりのいいところは1目目からね引き上げ編みができることですね。はい、すごい便利ですね。はい、はい、次は裏ですね。後ろから2つ目の長編みの足を全部このようにねこのように通しています。これが2つ目の長編みの足ですね。上糸をかけて出してきて長編み、はい、はい、次は表ですね。これでくっついてるので一つずつ丁寧に拾っていきましょう。表裏表裏と順番に引き上げ編みをやっていきます。ではね1段目はこのようにやって1目ずつ表裏表裏と長編みで編んでいきましょう。はい、はい、足首のね2段目が終わったところです。見た目はこのようにねなっています。このようになっていますね。はい、それではね3段目に行きます。3段目は、ずっとね表向きで編んでいきますが、3段目も2段目と同じで2段目の見た目の通りに編んでいきますね。見た目の通りなので最初にこの左側のこの長編みの足をね表から引き上げていきます。ではやっていきます。押さえて回して足を取って引き上げしながらの長編みの立ち上がりです。
マーカーはね、いつもつけておきますね。引き抜き編みの時に、はい、間違わないために必ずつけておきましょう。そして2番目は裏だったから、ここも裏、はい、同じようにね、編んでいきます。見た目通りですね。前の段が後ろだったら今も後ろ、前の段が表だから表というふうに、同じように表裏表裏と編んでいきます。青の次に黄色ってすごい可愛いですね。この系統、私ね、一玉しか買ってなかったのでね、今回でね終わっちゃうんですよね。よいしょ、このような感じで、はい、編んでいきますね。このように上は上で飛び出てるし、裏は裏で引っ込んでいるという感じで、同じ編み方で、好みの段まで編んでいきますね。でこちら側は、隙間に編んだのですが、一番最初の、長編みの足を拾った段も含めて 1,2,3,4,5,6,7,8 9,10,11段、今ね11段編んでいるところまでなんですが、測ってみますね。およそ 6.5 センチですね。11段で 6.5 センチほどになっています。これね、まだまだね、そうですね、まあ毛糸があとねこれぐらいなんですけど、ちょっとどれぐらいか測ってみますね。これぐらいじゃわからないですよね、どれぐらい残っているのか。こちらね、はい、10g、 はい、10g ですね。とりあえずね、毛糸が足りればなんですが、見た目的にはね、この3倍ほどあった方がいいのかなという気がしていますが、はい、毛糸に限りがあるのでね、どこまで編めるかちょっと分かりませんけれども、頑張っていこうと思います。はい、今ねやっとね編み終わりましたね。最後の、はい、長編みを終わりました。頑張りました1週間ぐらいね、ちょこ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 、はい、かけながら1週間ほどねかけてしまいましたね。はい、ではね糸始末していきます。はい、まずねここの最後の長編みが終わったら、このままそっと抜いて、このループがね必要以上に小さくならないようにね気をつけておきます。そしてマーカーを外した1目目の長編みの頭の下に通しますね。はい、そして元いたところに帰って、はい、このようにね詰めます。はい、その後で足をまたいでこっそりね表に来ます。そしてまた足をまたいでこっそり裏に行きます。はい、これで最後のねところが止まりましたので、あとは念入りに念入りに、はい、このね少し出ているところありますよね、はい、近くのところでいいので、そこに細かくね糸始末をしていきます。ところどころ繊維を割りながら割り込むようにね、毛糸の真ん中を貫通するといいですね。時々ね、毛糸と毛糸の隙間だけを始末すると抜けやすいかなと思うんですよね。なのでこうやって細い毛糸でも割り込める余地がある時は、こうやってこう毛糸のね真ん中を時々、はい、割っています。そして靴下は洗濯に耐えれるように、はい、糸が出てこないようにね、念入りに念入りに、はい、いつもねやっています。はい、今ねざっと、そうですね、
3センチ強ぐらいね、はい、来ました。あとはぐし縫いして戻っていきますね。ぐし縫いする時も繊維を割り込めるとなおいいですよね。はい、ぐし縫いした糸が飛び出ないためにですよね。はい、今ねこっちが抜けてましたこっち通すのにね集中したらこちらがね外れていましたね。はい、まあね、よくあることですね。私そそっかしいので。はい、そしてね靴下なのでちょっと念入りにやっておきたいんですよね。もう一回ぐし縫いしようと思いますね。はい、まあね、お洗濯の時はネットに入れるとは思うんですけれども、まあね、糸がまだありますのでね、念入りに、はい、ちょっとね、最後があんまり、ではまあこのような感じでね、反対側もやっていきます、ね、はい、はい、糸始末を終わりましたやっとね完成いたしました。はい、なんとかね無事にできたんですけど、やっぱりねこの辺からね糸がね違っちゃったんですよね、左右がね、なぜか。はい、私が手加減がねちょこ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 日々編んだので1週間ぐらいかけちゃったのでなんとなく違ったんですけど、まあでもなんとなくはい、なんとなく履けるかなっていうはい、こちら側ね割とこうほぼ同じようにできたんですけれども、こちら側からなぜかね若干違う感じにできているんですけれども、まあでもこの青のあたりとかは合っているので、はい、なぜ違ったのかはちょっとね自分の手加減の甘さ以外の原因があるのかはちょっとねわからないんですが、まあ概ね良しといたしますで思ったよりもねここにね糸を取られたのか、ちょっとね長さもうちょっとあってもいいなという感じですね。はい、それではね採寸していこうと思います。まずねここの足首の切り替えね、長編みでここを拾いましたね、かかとから。ここから上までは22段編みました。はい、22段でした。はい、で、まずね、ここのかかとから高さをね、測ってみようと思います。はい、そうですね、およそ18センチですね。18センチです。はい、男性用だとねもうちょっと長い方がいいなと思うんですよね。でもね私一玉しか買ってなくて残りがねこれだけになっちゃったので、ちょっとねこれ以上は、はい、編めないので、この同じ編み方でもっと足首が長いのがいいなと思われる方はもう一玉買われて、はい、二玉からそれぞれ色合わせをして編まれることをおすすめします。私は一玉でこれでねほんのちょっとだけ残ったという感じでした。はい、こちらの長さはね予定通り26センチで、はい、できていました。はい、よかったです、はい、で他のサイズはね前半の時にねお伝えしてるかなと思いますね。でここの幅、ここねまあちょっと厚みがかなりありますので見た目の幅がだいたい10センチぐらいに、ね、なっています。ちょっとね手を入れてみます。あったかいあったかいですね。はい、このような感じで、はい、できておりました。もうね大満足です。ちょっとね思ったより日にちがかかりました。やっぱりソックヤーンは細いから一本取りで編むとね時間かかりますね。今年の初めぐらいの動画でソックヤーンを2本取りでルームソックスっていうのがあるんですけれども、そちらの方がね
一つの高さが高いしふわっとしてるので全然早く仕上がりました。あちらはね本当に1日で編み上がったんですけれども、こちらはねちょっとね思いがけずね時間がかかってしまいましたが、まあ、それだけね心がこもっているということで、はい、ご了承いただければと思います。でちょっとねこれはちょっと試着はしないので、はい、社長さんにね後ほど検品をしてもらおうと思います。なので、こちらのサイズは使用は1玉ですが、足首長く編みたい方は2玉ご用意ください。本日も、長時間ご視聴くださり、また前編後編とご視聴くださり本当にありがとうございます。リカチャンネル編み物部では、いろいろな作品を日々動画にして皆様にお届けしています。ぜひね登録して部員さんになってください。一緒にね楽しく編み物をしていきたいと思います。ご登録お待ちしております。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。はい、セシアタイムです。はい、長編みでね頑張りました。はい、全部ね長編みで編むことができました。すっごいね可愛い毛糸なので編むのはね楽しかったんですけれども、ちょっとね時間がかかってしまいましたね。はい、もうねすごいねふわふわですね。履き心地は絶対いいと思います。はい、ちょっとね足を入れるのはね今回は遠慮しておこうと思うんですね。はい、皆さんもぜひねお好きなソックヤーンで靴下編んでみてください。このようなねふかふかの編み地になってね、とっても履き心地がねいいです。はい、社長さんこんにちは。挨拶したね。はい、社長さんに靴下をちょこっとだけね履いてもらいましたね。はい、伸びると困りますのでね。はい、社長さん履き心地はいかがですか。履き心地どうなの。それ気持ちいい。あったかい靴下母ちゃん編んだんだけど。そんなに興味ないんだね。興味ないんだね。うんって言ったね今。ちっちゃいものは興味ないよね。うん、そうだね。うん、またねなんかあったかいかぶり物が好きなんだよね。あ、うん、そうなんだね。会話ができるね、すごいね社長さん。うん、はい。